日本の現、岸防衛大臣が、記者会見で、最も興味深い発表があった。近未来兵器レールガン開発に、65億円の予算を明言した。今回は、この近未来兵器レールガンを詳しく見ていきますね。日本も、あと一歩のところまで来ている状況なのか、アメリカさえ断念している、レールガン開発を続行。注目するところは、大型化が、仇になっていることです。日本の開発内容を一緒に見ていきましょう。2022年1月11日、日本の現、岸防衛大臣は、記者会見において、来年2023年度から、レールガンの開発を本格化させると述べ、同兵器は、すでに、2022年度予算でも、65億円投じられており、2029年度での実用化を目標とすることが決定している。レールガンは、ガンとは言うものの、従来の一般的な火砲と異なり、火薬を用いて、砲弾を発射する仕組みではなく、ローレンツ力と呼ばれる電磁気力によって、それを行い、長射程、極超音速の撃兵器となることを期としている。すでに、自衛隊の兵装を研究している防衛装備庁において、テストでは、レールガンから、秒速約 2300km、つまり、マッハ7に相当する速度を記録しており、この実用化に向けて、大きく舵を切ったと言える。レールガンは、いわゆる砲身の内部に、2本のレールを平行に配置し、これらに電流を流すことで、砲弾に相当する物体を電磁力によって射出する兵器であり、原理、構造的には、かなりシンプルな作りであると言ってよい。そのため、アイディアとしての兵器構想は、かなり古くより存在し、日本を含む世界各国で研究されており、すでに、第一次世界大戦時には、実用化に向けた開発が進められていたが、当時の技術力では、それは実現していない。大きくは、砲弾部分と砲身部分の摩擦の発生を解消できなかったこと、必要とされる電力が、レールガン、一門あたりでも莫大であったことが、その理由だが、その課題のため、以後しばらくの間は、顧みられることはなかった。しかし、1960年代に入り、かつて、1830年代に、マイケル・ファラディが考案した、単極発電機を使用することで、レールガンは再び注目され、1980年代に、アメリカが推進した、SDI 計画によって、その動きは加速していく。アメリカの SDI 計画は、当時の人気 SF 映画にちなんで、スター・ウォーズ計画とも称され、宇宙空間の衛星軌道上で、早期の警戒監視を担う衛星、レーザー兵器やミサイルを搭載する、攻撃型衛星を配備する、壮大な計画だった。これは、当時激しい旧ソ連との冷戦状態に置かれたていたアメリカが、旧ソ連からの大陸間弾道弾による自国への攻撃を緩和するために打ち出した計画であり、多層的な大陸間弾道弾の迎撃体制を目指したものだった。宇宙区間は、ほぼ真空であるために空気抵抗を考慮せずとも、良いことや、同時に太陽光を大気のある地上よりも、効率的にエネルギーとして利用できることから、宇宙空間で運用する兵器としてのレールガンの有用性が高まったと言える。ただし、1991年に旧ソ連が崩壊し、第二次世界大戦後に長年続いた冷戦体制が終焉を迎えると、それに比例して SDI 計画も縮小され、物理的な火砲との費用対効果や、やはり、電源確保の困難さから、レールガンの開発は頓挫した。ここからも明らかなように、レールガンの実用化には、現実的に、電源をいかに確保するのかという点が、大きな課題として、
絶えず横たわっており、これが今に至っても解消すべき最大の問題点となっている状態である。それでも、近年のアメリカ海軍では、主として水上戦闘艦の火砲や各種のミサイル類、航空機から運用する誘導式の爆弾類を、それらより低コストで代替できる可能性を模索する一環として、レールガンの研究を行っている。ただし、この研究で試作されたレールガンの最大射程距離は 200km にも届かず、日進月歩で長射程化が進む地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルに対して、それを凌駕する距離からの運用は不可能と判断された。ことに、ここ最近、中国やロシアで実用化が進んでいる地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルは、射程距離で約 1000km 以上、飛翔速度も音速の5倍以上となる極超音速を実現しつつあり、水上戦闘艦への実装をアメリカは断念したと言える。これも、レールガンを水上戦闘艦に搭載するには、必要となる膨大な電力を供給する電源を確保できないと、アメリカ海軍では判断したものだが、一応日本が開発する。レールガンは陸上設置型が基本という相違点はある。これは水上戦闘艦にレールガンを搭載するよりは電源確保という問題に関しては担保されていることを示してはいるが、果たしてそれだけで有効な兵器となるかといえば、懐疑的な声の方が多数派のように思える。というのもアメリカ海軍でも、レールガンをミサイル防衛の一手段として検討はしてきたと言えるのだが、これは従来の大陸間弾道弾のように大きく放物線を描いて飛翔する着弾位置の推測が比較的容易なケースを想定していたものだ。しかし、近年では大陸間弾道弾であってもロシア製のイスカンデルのように飛翔する軌道を変更可能な種類のものが登場しており、なお、かつ、これは、音速の5倍以上の極超音速を発揮するため、レールガンでの撃は極めて困難だと見られている。日本の防衛装備庁によれば、試作されたレールガンの砲弾は、秒速2300メートル以上、マッハ7弱で射出されるというが、この速度でも、200km 離れた目標に到達するは、約1分以上が必要な計算となってしまう。こうした数値を考慮すれば、陸上設置型で、ひとまず電元供給には問題がないと仮定しても、アメリカ海軍ですら断念した軌道を変えつつ、極超音速で飛翔する兵器を遠距離から正確に迎撃できる、レールガンを日本が独自開発できるのかは疑問だろう。一方で、北朝鮮は、2022年に入り、この1月だけで、5日、11日、15日、17日の4日で、合計6発のミサイル発射を強行しており、現、岸防衛大臣が冒頭のように、レールガン開発への予算拠出を述べたのも、これに対応する、政治的な対処の一環と思われる。この時期に、北朝鮮が、過去に類を見ないペースでミサイル発射を強行した背景に何があるのかは定かではないが、中国、北京で開催される冬季オリンピックや韓国の大統領選挙を睨んだ牽制策ではないかなど様々な意見がある。北朝鮮の発表が事実だとすれば、5日と11日に発射されたミサイルは軌道変更が可能な極超音速タイプであり、中国やロシアに続いて、最も政治的な交渉が困難であろう国が、軍事的に対処することもまた、困難な兵器を手にした可能性がある。北朝鮮が、極超音速兵器の開発を表明したのは、昨年2021年1月のことであり、同国の軍事的な技術の
水準や期間から考えて、これがすぐに実用化されるとは考えず、雷が、最も身近な韓国国防部も、5日のものは、マッハ6に達しているとは認めているようだ。加えて、韓国では、11日のミサイルは、マッハ10に到達した可能性を示唆し、警鐘を鳴らしてるが、これは、額面通りに、その飛翔速度を捉えるべきというよりも、韓国側が、政治的に、北朝鮮の脅威を強調するために利用しているとの見方も、一部に存在する。そうは言っても幸いにして、近年では、国家同士が、実際の武力行使に至るまでには、かなりの障壁があり、そこに至らぬようにするために保有している兵器の力を誇示して、均衡状態を維持することが、半ば常識と化している。それを考慮すれば、日本が、レールガンの開発を打ち出したことは、政治戦略上からは、あながち間違いとも言えぬ牽制行為であり、ここで稼いだ時間を利用して、今後の防衛施策に、実際に有効な装備を検討すべきだと思えてならない。